めでたくですね、今回4月の14日に大相撲水戸場所が開催することが決定いたしました。巡業部の千田川です。水戸場所が決まりましたんで、相撲協会巡業部としても成功するように協力をしたいと思ってます。ぜひよろしくお願いします。水戸市といたしましても成功に向けてバックアップをしていきたいというふうに思っております。やはり震災からの復興を果たして、大相撲を通してしっかり国内外にアピールをして、元気な水戸の姿を皆さんに見ていただきたいというふうに。普段本場所では見られない食切、上湯実演、綱清水実演等とか、そういうものを含めた活気ある取り組みを披露できるような感じで考えております。子どもたち、お年寄りのために、そして、大相撲ファンのために、今回水戸場所が開催されました。ぜひ会場に来ていただきまして、相撲を応援していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。